お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日の試合の振り返りをお願いします。まあ、絶対勝ち点3を取らなきゃいけない中で、まあ、最初は、まあ、前半粘り強く戦ってたんですけど、まあ、点を決めるっていうことができてなかったので、そこは非常に悔しいです。ライブ配信通して応援してくださった皆様へのメッセージをお願いします。まあ、今まで、この全国大会から東北大会まで応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。